らしい教室の中ではぎこちないけど楽しそうな会話が知らん顔しながら時々している僕は窓際の席友達に囲まれ笑っている君を見た時目が離せなくなって一番前の真ん中の席はあの日からキラキラしてたでもこんな僕に話しかける術はなくて目が合えば困ってしまうから下向いてばかりでそれじゃあ君に気づいてもらえないのにねえ僕もこんな気持ちはきっとあの子に届くはずもないだろうけど神様ほんの少しだけおはようだけでも言える急にやってくるもので3ヶ月に一度運命の席替え僕は13番君は14番まさかの隣同士君が話しかけてくれてもでたらめな言葉しか出てこなくてああ君は退屈そうな顔ねえどうして僕はいつも避けなくてまた塞ぎ込んで大好きなあの子